それはですね、ドラッカーの創造する経営者という本の中にあります。経営者の条件という、これは別の本なんですけれども、の中で成果を上げる人の8つの習慣というのをドラッカーは挙げています。その8つの習慣の中の最初の1つに、何をすべきか考えるというものがあるんですが、この創造する経営者という本はですね、その本、その最初の習慣について、論じた本になります。で、様々な形で、何をすべきか考えるためのポイントというものを挙げているんですが、その一つに、機会に焦点を合わせるという一つのポイントを論じています。機会というのは、チャンスでもあり、オポチュニティでもあるわけですけども、こう野球で言うならば、ヒットをこう打ちやすい絶好球みたいなね、そんな感じになるわけです。今こそこうバットを振るタイミングだっていうような、そういうような、打ちやすい球をに、のことをずっと考えるというような、そんなような感覚ですね。